完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。 ならすぐに動く。 間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。
やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら石川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。かっさばいて、もう一押し。救援要請だ。いや、私も行きます。狙う。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう去ろう。狙う。頼む。分かった。
ごめんなさい。潰す。いや。潰す。生きられるのは勝者だけ。
ける。動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。この
このままじゃ譲れ。ミカサ！この世界は残酷だ。とても美しい。いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。